沢田和弘は、日本の国土交通機関。内閣官房内閣審議官や、復興庁宮城復興局長、国土交通省北海道開発局長、国土交通省北海道局長等を歴任した。北海道出身。1979年北海道、大学工学部土木工学科卒業。1981年北海道大学大学院。 工学研究科土木工学専攻修了、建設省入省。2001年国土交通省道路局有料道路課、有料道路調整官。同年日本道路交談企画部計画調整課長。2004年国土交通省道路局、企画課道路事業分析評価室長。2006年国土交通省四国地方、整備局道路部長。 2008年国土交通省大臣官房付、同年国土交通省北海道局地政課長2010年国土交通省東北地方整備局副局長、2011年内閣官房内閣審議官兼内閣官房東日本大震災復興対策室審議官、2012年復興庁宮城復興局長、2013年から、 国土交通省北海道開発局長を務め、第7期北海道総合開発計画に当たるなどした。2014年国土交通省北海道局長。2015年東日本高速道路顧問。2016年東日本高速道路上務執行役員建設、技術本部副本部長。2019年東日本高速道路取締役兼常務執行役員。 建設事業本部長、ありがとうございます。